僕らの別荘。さ、どうした石井、やけに元気ないじゃん。え元気なくないですよ、別に。あ、本当に？なんであんなこと言ってたしな。ないね。そんなひどいこと言ってたの、うん、ちょっと明日、うん、で、なんか、だから、ね、明日は、てん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 、そんな相談ないっすよ、別に、うん、皆さんにちょっと、聞いてほしい話が、みたいな、うん、まあそうそう、聞いてほしい話があるんですよ。いや、ちょっとなぁ、大丈夫かなぁって、いろいろ悩んでる。いやいや、悩んでる、悩んでない。いやいや、だって、でいいよ、聞くよ。うん。全然。ちょっとじゃあ、まあ、もちろん決めたいことが。え、大丈夫カメラ回ってるよ。まあ、カメラ回ってた方がいいかなって。まあ、でも、うん、切ればいい、切ればいい。切ればいい。まあ、最悪、うん、切ればいい。どうにか。まあ、ちょっと話ってのは、うん、オリンピック出たいなと思って。無理かな、オリンピック。なるほど。もうダメになっちゃった。なんか俺たちがそんなに追い込んでたから。いや、おかしくないんじゃない？違う。お前の小さな変化に引き継いでやりなかった。こうやってオリンピックに出たいって、顕在化するまで、俺たちはお前に引き継いでやれなかったよ。あるでしょ？憧れたことは、オリンピック選手に。え？でも、どっかでみんな折り合いつけて、今 YouTube やってるでしょ。あ、俺はオリンピック出れなかったから、YouTube やろ。そうなんだ。みんなそうなんだ。無意識感にね、もう絶対あるのよ。確かに、ヒカキンもな、その、ジャンプ、ね、スキージャンプとか、オリンピック。もし出れてたら、オリンピックの選手になってんの。なってんのか。そう。けど、そこで挫折してってのは、そこまで突き詰めた人はそう。でも、オリンピック出て YouTube やってる人もいるよ。そう、いる。うん、それはない。それは、オリンピック YouTube。オリンピック YouTuber。オリンピック YouTuber。石川佳純。そう、ジャンルはオリンピックだから。あ、ジャンルオリンピック。そうなんだ。だからわかんないね。料理系とか。料理系とか、ね。美容系とか。美容系とか。これオリンピックって言うから、もう、オリンピック一度出れる。あ、そうなんだ。そんぐらいやっぱオリンピックっていうのは。そんな出たいの？うん、出たいでしょ。それ。いやいや、頑張れよ。だ出れたら出ません？全員出るでしょ。出れたら出る。出ますよね。の時点で出たいわけですよ。てか出ないとだって、その、な、日本のその、チームはちょっとでも弱くなるんだとしたらさ、そう。自分が選ばれた。そうでしょ。日本に貢献したいというか、うん、盛り上げたいって思いは持ってるんですよ、全員。だから、それちょっと真剣に目指してみようと。まあ、国変えたっていうわけですからね。何ですか、オリンピックに出るということだけ。猫ひろしさんがやってたマラソンでカンボジアでみたいな。オリンピックに出たいと思う。オリンピックなのかな、あれオリンピックです。舘ひろしさんの、ダジャレの猫ひろしさん。ウケひろしさんでもある。そういうことだよね。原理としてはそういうことだよね。そうだけど。うん、そう、だからなんかちょっとそれを真剣に考えたいなと。うん、自分で考えない。いや、だから何がいいと思います。野球とかで出たらそれいいですよ。野球に出たら野球やったらそれはね、やっぱ無理です。だったら他の競技でどうにかできるんじゃないっていうね。例えば。やったことないんだから無理だ。それをこう頑張って。全然サッカー。無理だろ、サッカーなんて。あんな走り回るタバコ吸って、俺。それやめろよ。走りながらタバコ吸って。やばい、スーパーヤンキー高校に、タバコ吸いながらサッカーしてる。なんで誰も止めない。俺ね、穴ヘディング危ない。ヘディング危ないから。穴をちょっと見つけたんですよ、俺。その、馬術とか。で、まあ、馬との、あれですじゃないですか。あれですじゃないですか。ってなると、僕の身体能力は、馬になるってことです。これは大穴だね。大穴か。これは大穴か。馬として出るって誰も考えてない。国籍ではじゃなくて。馬として出る。種族を変えて、出ちゃうっていう。で、その後 YouTube やるんでしょ。すごいよ。でも、馬が YouTube やっても、それは、オリンピック絶対馬 YouTuber だよ、それ。絶対馬 YouTuber。なんで馬として出るって。劣っているだろ、明らかに。馬より俺が。確かにな。何もかもがよ。確かにな。馬になんでしょ、でも。いや、馬にじゃなったとしてさ、その、もう、誰が俺に乗ってくれんだよ、その。気持ち悪いよな。誰が俺に。巻き馬王みたいな状態を選ぶんだよ。馬術として。無理か。その馬術の中でも、そのまあ、障害を超えるみたいな。まあ、そういうやつだもんな、馬術って。けど、馬場馬術ってのがあるんですよ。馬場馬術。高田馬場でやってるんです。違います。バスだの。高田馬場のみでやってる。その馬術が、馬場馬術違う。真っ黒に太った馬がいて。そう。下僕って。鳩だ。鳩だ。太ってるのは鳩だ。違う、その、馬場馬術って言って、馬を走らせるんじゃなくて、踊らせる。は？馬がこういったら横にステップとか。馬場って別に、あの、馬の場所の馬？そう、馬に。高田馬場の馬場。え、じゃあ、障害物とかのあれやってる場所はババじゃないんだ。あれババじゃない。あれ馬の場所じゃない。あれ馬術。あれ馬術。あれ馬術。ババ馬術。ババ馬術ってのがあるんですよ。本当にオリンピックにあんの？本当にオリンピックに参る。えぇ？そうなんだ。なんなら俺の姉貴でやってました。はぁ？えぇ？あの、大学で。
東大で、はい、超すごい。ババ馬術をね、馬術部初の女性部長です、うん、うちの。やっぱり言わない方がいい。調べたら確かに分かっちゃう。はっきり言った方がいいです。あんまり言わない方がいい。で、だからもう、なんか横にステップさせるとか、うん、か、なんか、片足ずつこうするとか、へぇー。それを馬にこう指示して、うん、その美しさを競うババ馬術って競技がある。これはオリンピックにもあるんですよ。これは僕の肉体は関係ないわけですよ。いった馬との信頼をいかに使うか。これは、その今からでも、うん、例えば、初めて、何十年か後に、可能性はあるわけです。何十年かかかんの？いや、からかかるでしょうよ、そら。だって。お姉ちゃんとかいいとこまで行ってないの？いや、全国。うん、全然何の差もなかったですね。そうなの？でもなんかそう、競技人口が少ない。そう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 。少ないです。めちゃくちゃ少ない。少ないでしょ？ババ馬術は少ない。めちゃ少ない。大学ではかなりいいとこまで行ったとかない。部長やってるぐらいやってるでしょ？まあまあまあ、なんか、それはなんか事務能力が高いかもしれないですけど。なんでお前死なも知らないの？の。そう、知らないんですよ。知らない。のこと。知らないの。けど、その、まあ、例えば、オリンピック出た人とかも、ニュースにもやってましたよね。うん、なんか、史上最高齢で、うん、日本代表のババ馬術の人が、110歳とか。そうなんだ。金さん銀さんじゃないんだ。二日寝て二日起きて。金さん銀さんじゃん、銀さん。娘4人もすごい長い。金さん銀さん。銀さんだけどね。それは銀さん。銀さん。それは銀さんなんだけど、この、みたいな。いくつぐらいの人なの？60とか70とかそんなぐらいだったら、ちょっと僕も定かではない。じゃあもうな、鉛さんぐらいか。違う。金さん銀さん。金さん銀って言うと、どんどん鉛さんぐらい。鉛さんぐらい。とかはもしかしたらいけるかもとかね。あと30年、40年。やり続けたら。やり続けたらいけるかもな。いけるかもしれない。まあけど、まあ別にね、それがやりたいわけじゃ正直ないんで。やれよ。やれよ、やれよ。そんなの、やりたいやりたいやけど。もうオリンピックに。それがやりたいのか、それオリンピック出たい。まあそうね、どっちを取るかっていうのがありますよね。そうよ。で、まあ、日本以外でもしかしたら確かにチャレンジするって手もあります。海外でババ馬術を海外でババ馬術なんていないだろ、誰も。どこにいんだ、カンボジアでババ馬術。いいよ。カンボジアのババ馬術。馬ひろしとして。カンボジアの馬ひろしとして。いいじゃん。うん。ババ馬術をやれよ、お前は。代表になれる。代表になれる、ババ馬術。絶対。いけるいける。カンボジアだったら他の競技でもいいっすないっすか、その。カンボジア？いや、他もちゃんとやってるよ。まあ、それはもちろん。やってるよ、カンボジアだったら。お前、舐めんなよ。身体能力とか高そうだろ。高いですよね。高いよ、お前。そこで勝負しないんだろ？うん、しないだろ？まあ、うん、まあ、難しいでしょ、でも30にもなって。うん、ババ術。ババ馬術。ババ馬術。カンボジア代表として。うん。馬広しとして。馬広しとして。ジュラララみたいな。ババ馬術。ジュラララ。ババ馬術。ババ馬術。ババ馬術をお前は。で、行けばいいか。行って、で、その、メダルはでも取りたいじゃん。もちろんそうですよ。もう、その、金メダルとか、どこの国が強いとかあんのあれ。いやー、多分、ヨーロッパでしょ。お前なんで何も知らないのに喋るんだよ。まあでも馬術はヨーロッパでしょ、なんかそういうイメージじゃない。圧倒的にヨーロッパでしょ。ああ主流というか。サラブレッドとの歴が違うからね。みんなポロの T シャツ着てな。ね、ポロの T シャツ着て。ポロしか乗ってこうやってやってるんですよ。確かに。ポロっていう種目があるぐらいだから。そうだな。勘なんだろう。馬で基本。そうですね。うん。そうだな。で、馬との信頼関係は馬が大事だから。馬が大事。馬が大事だな。石と、こう、気の合う馬。そうそう、気の合う馬をまず見つけることから。石と気の合う馬は何もしないと思うけどな。そうだね。確かに。飲み会ばっかでしょ。うん。まあ確かにね。馬の飲み会ばっかり。水ばっか飲んで。水ばっか飲んで。うんちぶりぶりして。ちぶりしてる。人からいろんなもの食わしてる。人からもらったわらばっか。人からもらったわらばっか食ってさ。人からもらったベスト。ベストにして。番号。ベストして。それは全員そうだって。馬が全部そうだ。めちゃくちゃ嘘ついて。めちゃくちゃ嘘ついて。ロバです。俺ロバです。嘘ついて。ボケだったんですよ。そんな馬だよ。お前が帰る馬なんて。そいつとじゃあ、ごっつ、頑張ろうぜ。頑張ろうぜって。そうです。出て。で、出て、出る。じゃあ、メダルなんとか取りたいですね。取りたいよ、それは。取ったら、うん。もう YouTube もできるわけですよ。そうそうそうだよ。そういう人もできるんです。めちゃくちゃ馬と一緒に。馬とね。馬と。伊集院です馬ですロバですロバですロバもいるじゃねえか !3 頭いるじゃねえか !3 人いるじゃねえか今日は馬今日は馬切りとさ。馬切りでワゴビーじゃないし。馬切りと馬にやれよ馬と向いて。センター馬と。馬と。馬が向いてる。ロバタもいる。ロバタもいる。どんどん増えてくる。どんどん増えてくる。いいじゃん。それとやれよ。それでいいか。いや、馬買わなきゃな。馬買わなきゃな。まず馬買うこと。うん。
ここ小島とかに売ってんじゃないの？売ってねえよ。山田とか。山田それ電気屋さんか。家電製品。小島電気の話したんじゃないの？ヘッドショップの小島の話でしょ。山田電気はいないの？山田電気いないよ。じゃあその馬を飼うことからかまず。うん、そうな。うん。まあじゃあ北海道行くかとりあえず。じゃあやめるんだな、その。結果、ありがとう。今までありがとう。こうやってオリンピックに出たいって、顕在化するまで、俺たちはお前に気づいてやれなかった。